皆さん、こんにちは。ケニー、木村でございます。ロンリーボイスセッションということでですね、今日のテーマは、前回に引き続きバイクの話をしようと思ってます。まあ、前回ですね、あの、ちょっと車の話をするつもりなかったんですけども、なんかいろんなことを思い出していっぱい喋っちゃいましたので、2回に分けました。さて、バイクなんですけども、なんでバイクに乗ろうかと思ったかっていう話なんですが、えっ、ー、と、まあ、1回結婚をしましてですね、 その時に、やっぱり車ってファミリーカーになっちゃうんですね。その時に買ったのがトヨタの、いわゆるワゴン車です。ワンボックスタイプ。で、これになっちゃうと、なんか自分の車っていうイメージじゃなくなっちゃうんですね。だからっていうのもあるし、大きさのこともあるので、ふらっとどっかに遊びに行きたいなっていうことができなくなった。 心の問題だと思いますけど、まあ、物理的にはできるんですよ。やろうと思えばだけど、なんか違うなっていう風になっちゃった。そこで思いついたのがバイクですよ。あのー、これだったらちょっとプラッと気軽に遊びに行けるかもと思ったっていうことと。それからもう一つがですね。タイの寒い島っていうところに遊びに行った時の思い出がこう。蘇ってきたんですが、えっ、ー、と寒い島っていう。まあ島はですね。 まあ道が島をこうぐるーっと一周できるんですね。でそこでレンタルバイクを借りて、えー、スタートするんですけどまあいろんなところをこう巡って歩いていくと大体いい1日がか,かりなんですよ時間的に距離的に。でそれがすごくこう楽しかった。 っていうこととかかそれから開放感まあノーヘルで OK だったしそれからもう短パン T シャツですよなんかスーパーカブの125ぐらいのやつを借りたんだと思うんですけどで風気持ちいいしそれがまたわっとこうあれよかったなっていうのが蘇ってきてやっぱバイク乗りたいかもってなったそこで、えー、まあまああとねもう一個タイミングがあったのが免許制度がこう変わって。 いわゆる中型、大型、大型も、あのー、教習所で取れるようになったっていうのがあるんですね。まあ、それまではね、本当に試験場に行ってのなんかこう、なん,うんですか、実地試験みたいなやつをこう、何回も受けてやっと取れるっていうような話も聞いたんですけど、まあ、それが教習所で取れるようになった。じゃあもう、いわゆる大型まで行ってしまえっていう勢いで、えー、中型、 行っ,て大型行ってで、えー、大型に何で行こうかと思ったのはやっぱ中途半端なね400ぐらいだと面白くないなというのとはもう、あのー、ちっちゃい頃からの憧れがハーレーとジープだったんですね。でジープはもうなんかジムニーで満足して、えー、じゃあもうやっぱハーレーだよなっていうのがあって絶対ハーレー乗ってやるっていう。 で、それで、え、大型まで行ったんですが、やっぱね、でも、ハーレーまで行くとね、まあ、置く場所とか大きさとか、まあ、そもそも高いしっていう、取っては見たものの、うーん、まだちょっとハーレー買うまでには時間がかかりそうだなと思ってたんですけども、まあ、ひょんなことがあって、えーっと、結構いい、 ハーレーね、えー、っとスプリングソフテール・デュースっていうもう今なくなっちゃったそのデュースと呼ばれてるやつをまあ走行距離やっぱりそんなにないんですけどまあ綺麗な状態のやつを売ってくれるっていうのがいたのででその人からこう譲ってもらったっていうのがこう一番最初ハーレーに乗るきっかけだったんですね。まあそこからはもう本当にやっぱりバイクって。 えー、いいですよ。もうまあおすすめはしませんよ。やっぱりちょっと一歩間違うと、えー、死んでしまうかもしれない乗り物なので、えー、危険極まりない乗り物だとは思っています今でも。まあそういう気持ちを持ちながらあのー、どう運転するかっていうかねどう操作するかっていうところだと思うんですけどやっぱりこの 直接風を感じるみたいなこととか、うん、やっぱ日本林じゃ味わえない楽しさっていうかな、開放感、ワクワク感かな、が、あやっぱりね、何事にも変えられないというのはあります。 ただやみくもにこうスピード出してね突っ走るっていうイメージがねどうしてもこのあると思います。で日本の中ではですね本当にその悪いイメージがバイクの中には、えー、いっぱいあるんですけれどもそれ以上のその魅力っていうものがやっぱりいっぱいあそっちも山ほどあるっていうことをですね、えー、知っていただけるといいなと思ってます。 あのー、川崎由美子お姉というですね、えー、女性のーモータージャーナリストのお姉さんとですね今年はちょっとそういう部分もひっくるめていろんなことをやっていきたいとコラボレーション企画をやっていきたいというふうに思っておりますのでもしかしたらそのバイクに乗るきっかけを失っちゃってん興味あるんだけどなんか背中を押してもらえないななんて方がいらっしゃったらですねガンガン背中を押しますので。 最終的には自分で乗るかのなか判断していただいて、えー、そんなような機会をいっぱい背中を押してあげられるような機会を作っていきますので、えー、期待していてください。ではまた。